松野町は愛媛県南予地方に位置する町。四万十川の支流の一つである広見川の中流域に位置し、森林が全面積の84%を占めている。森の国というキャッチフレーズで交流人口の増加、都市と農村との交流促進を図る行政施策を続けており、一定の成功を収めている。また愛媛県では、 市町村合併を推し進めたが、松野町は加わらなかったことから、県内最小人口の自治体となった。鬼ヶ城山を挟んで、宇和島市の真東に位置する。ただし、直接、宇和島市外に行くことはできず、隣町の紀北町を通る必要がある。地域的には、昭和の合併前の旧町村である。 吉野地域と松丸地域とに2分される。役場は松丸地域にあり、役場前には街道に沿って商店街が形成されているほか、商店街の外れ近くに JR の駅がある。昭和の合併の時、旧町村である北上郡、松丸町と吉野西村のそれぞれ一時を取って松野町に。当初、高知県境に接し、一番奥地である。 吉野生村は、紀北地域全域の大合併を、街道庁であり、歴史もある、松丸町は二町村の小合併をそれぞれ、施行していた。これは、紀北地域の当時中心とみられた、金日差市に近く、金日差市に吸収されてしまうことを懸念し、小さくとも何とかやっていけると考えた松丸と、高知県に接し、合併するならより広い範囲が良いとする。 吉野生との考えの違いが背景にあった。協議はなかなかまとまらず、最終的には吉野生村側が歩み寄り小合併に。新町名をめぐっては吉野生側が吉野町を主張し、松丸側がこれに反発。結局、財政面や議員定数で松丸側が吉野生側に配慮し、旧町村のいずれにも変しないことで一致。 候補として、松野、大森、相川、三山を選び、この中から松野とした。高等学校町内にはない。隣の木北町に、愛媛県立北宇和高等学校がある。中学校、小学校、松丸駅一般国道都道府県道道の駅道の、駅虹の,の森公園、松野宇和島自動車の便がある。視線は、利用現象により、 松野町コミュニティバスに切り替えられ、宇和島自動車便は、虹の森公園前泊まりとなった。宇和島自動車の時刻表参照。最大の観光地であり、足ずり宇和海国立公園の一角をなす、なめとこ渓谷は、木黒川の源流域にあたり、行政区画としては、松野町ではなく、宇和島市に属する。大雨により、土砂崩れが発生しやすいのが難点である。 森の国ホテルは、四国地域では、プチホテルの走りとして人気が高く、予約が取りにくい宿泊施設である。ありがとうございます。